皆さんこんにちは。森のシンガーソングライターの山田明です。いよいよですね、うちの動物の住みかプロジェクトの大分県臼杵市の農地がですね、たくさんの実をつけ始めています。春から見てきた僕としては感動的なぐらいアメージングです。しかもですね、僕たち人間が作ったんじゃなくて自然が育てた実なんですよね。それをちょっと皆さんとね、今日ちょっとシェアしたいなと思いますので、ちょっと一緒に見てみましょう。それでは行ってみましょう。あなたのこと、あなたが知る、お互いにそれを見つけよう。うん、センダングサも一緒に生えてるけど、およそ元気に1年目キウイの苗が育っています。中まで迫ってきたこの桑の木くん、木があるとですね、こうまず上に空気の循環がうまく起こる。もうちょっとこうね、吸いてあげたいけど、枝を減らして吸いてあげたいけども、こう上に空気の循環が起こるのと、最近聞いた話だと根っこができるので土の中にも空気の循環が起こるんですよね。だから一本の木があるとその周りの植物はよく育つということで、まあいろんなね雑草も育つんだけど、ちょっとねこの木を切ろうかどうかをねだいぶ迷ってるところですね。うん、このね、この桑の木くんね。さあ、なんとこのキウイですね、もうほら、うわー、すんごいでっかい実をつけています。こんなに大きい。ちょっとここのキウイはですね、少し品種が他のと違うから成長の、ね、差っていうのがあるんだけど、それにしてもすごいね、立派に育ってくれています。というのも、まあ、この木はメスの木なんですが、こっち側のこの木と、それからこっちにちょっとね剪定して離れてるけど、こっちの木が、この2本がオスの木なんですよ。なんとオスの木2本に囲まれているメスの木なので、そのすごい多分ね、しっかりと花粉がついたんじゃないかな。大量の花粉をね虫が運んでくれた結果、こうやってね素敵な実をつけることになったんじゃないでしょうか。さあ、こちらの農地ではですね、キウイがちょうどこのぐらい、さっきのよりちょっと小さいよね。品種の違いもあるんだけど、なかなかこっちまでたくさんね、虫の花粉を運ぶ虫がたくさんいないのかもしれないね。ちっちゃいけど、でも確かになってる。小さいけど確実に大きくなっています。とても美しい、うちの自慢の、キウイ棚でございます。あ、スモモだ。今年も、今年もですね、スモモの実がなりましたね。耕作放棄地のブドウ棚ですね。なんとブドウがなってるんですよ。これブドウですね。すごいね、楽しみだね。ちょっとぜひね、会員の人にいろいろお送りしたいと思っています。こういうね、人が育てたんじゃなくて自然が育てた作物というのをちょっといろいろお送りしようかなというね、目論みでございます。ゆっくりゆっくり大きくなるんだ、小さな人同じように。でもいつか不安になったなら、この声を聞いてくれよ。トン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 、いかがだったでしょうか。すごい美味しそうにできたでしょう。そんなに数は多くできないんですよ。でもちょっとずつ皆さんとシェアしながら、自然が育てたものはこんな感じなんだなというね、いろんな作物を自然からもらって分け合うような、そういう仲間を作りたいなと思いますので、ぜひね一緒に応援してください。これからもちょっと楽しみにしてくださいね。
動物の住処プロジェクト、生き物の住処を作るための畑ということでね、これからも応援よろしくお願いします。ではでは、またまた、バイバイ。ならないけど、あなたが誰かのために何かしたいと思った時。